下諏訪の、栃東町という交差点のからおっとある神明神社だと思われますけど、神明館と書いてあるので、隣の古民館が、これは御神木だったものだそうですね。御神木間違えちゃったんですね。大社造りではないので、正確には諏訪の関係の方が作られたのではないかなと思います。天満宮神原太郎大師、天満宮でもあるんですね。後ろは何もないので、橋は大きな木がいっぱいたくさんあったんだと思うんですよね。神木はどうしたんですか、枯れちゃったんですか。神木が枯れてしまって、みんな御神木、そんな御神木共に木を伐採しまくっております。一体どういう管理をしてるんだろうと思う感じです。新しい木を植えてますね。荒木を植えてるので、これを次の御神木として植えてるんですね。そんな感じがしますね。昔は大樹だったと思います。枯れちゃったんですね。